じゃあストップガンチャンネルのみっちゃんです。今日は何をやるんですか？今日は何やろうかな。いや目の前にあるし。あ、これかね、これね。これは以前動画に上げてたあ、モーレンカップって言われた、うん、モーレンカブ、カンプオオカブトです。モーレンオカそれはあのコーカサスみたいなデザインですね。これはモーレンカンプのオーニを、うん、まあ、以前友人にもらったので、うん、それを産卵ケースを作りました。うん、の割り出しをしてみようかなと。あ、セット組んだのが3月の9日じゃなかったっけ？めっちゃ前やん。うん、まあ幼虫が一応、うん、ひょっとするとん3月9日でもちょうど、いやちょうどじゃねえ、もう2ヶ月2ヶ月半ぐらい経っちゃってる。で産卵幼虫になっちゃってれば、なっちゃったんで、まあ、ボトル入れながら育てようかなっていう、うん、まあでも材に潜ったのが3月28って書いてある。潜ったの？材に潜ったのが3月28って書いてあるから、ああ、じゃあちょうど2ヶ月ぐらいだな。うん、うん、うん、あ、そっか、うん、3、4、5と来てるから、うん、まあ、うまくいってればいいけど、ダメだかもしれないな。うん、うん、もう一回ね、ボトルサンラーも試そうと思ったんだけど、うん、ちょっと餌くれるの忘れちゃってお亡くなりになっちゃいました。うん、あの、まああんま良くないパターン。うん、そうそう、メスがね、この木の中入ったのは確認してたんだけど、うん、その後出てきたのも知らなかった。ああ、そういうこと。うん、まあまあ、ね、餌は入れとこうと、ね、結局ね、2週間ぐらい潜ってて出てきたりすると、うん、もう絶食状態で出てきてるじゃん。うん、それをもう2、3日餌やらないでいるとっていっちゃうんですよね。うん、じゃあ、あの、うん、お願いします。はい、それではやっていきたいと思います。じゃあ一番大事なのはこの蓋を取ることです。まあそれはそれは大事だね。この蓋を取らなかったので、あの、メスが死ぬことになりました。うん、まあ餌あげなかったから。そうす、まずはこの蓋を取りましょう。今こんな状態になってます。あ、なんか紐がついてるけど、うん、前回ね、このことについて触れたんだけど、うん、あの、産卵するときにね、川の近くに産卵することが多いから、うん、禁止ボトルで産卵させてる昆虫もいると思うけど、うん、その壁面に卵をつけたり、うん、まあそうだな、平田クワガタなんかやってもこういう壁面に卵をつけると同じで、うん、川のところに卵を産むので。ああ、そうなんだ、うん、川付近、それをきっかけにまた奥へだんだん産んでいくから。ああ、そうなんだ。行き止まりがあった方がいい。なるほどね、うん、だから川はあの、向けちゃったから、じゃあ逆に貼り付けた。そう、これね、2本がセットになってる瓦材ってやつなので、うん、わ、こう真ん中にこう入れたつもりがちょっと寄ってたみたいで川ついていっちゃった際。そういうこと。一番使いたい方のやつの皮が取れちゃったので、うん、縛って止めてやる。ああ、そうなんだ、うん、なるほどね。虫にとってはカモフラージュできてると思います。あれ、なんかあの、レッツハムだっけ、こういうの。そうそうそう。うん、今、ハム作りにハマってるから。本当に、うん、どう産んでそう。どうかな、この辺から侵入したような感じだったけど。うん、あ、侵入口は作んなかったんだね。うん、作んなかった。このまま置いといてどうかなっつって。うん、で、その1週間以上経ってから穴掘ろうかなと思ったけど、うん、メスがちょっとあちこちかじってたから、うん、潜るんじゃないかなと思って。ああ、まあ本当は開けといてあげた方が。そうだね、親切だと思う。うん、とりあえずじゃあこの紐をほのくとこからいってみます。うん、結構乾いてんね。うん、やっぱあれだね、質は抜けてきてるね。うん、取れたかなんとこ見て、これはね、僕は失敗したと思ってる。ほんと？なんで分かる？今、さっき説明した通りなんだけど、ここ買おうじゃん、うん、皮取るじゃん、うん、卵あります。腐っちゃってるけど。ああ、え、乾燥で腐ったの？乾燥で腐ったのか、うん、水分取れなかったのかな、やっぱ、うん、この辺もこうなってるね。やっぱ皮の下にこう。ほんとだ、でも言ってる通りちゃんと皮の下にあるんだね。うん、卵はね。じゃあ皮剥かない方がいいんだ。もうこの系統は皮剥いたらもう失敗します。ちょっと少しずつこう確認してないね。うわー、もったいないね。だからあれだよ、自粛規制があったから、うん、動画撮り来れなかったせいで。そうそう、動画にしようってずっと置いてあったから。そうそうそう。いや、タランドス出てない。あ、これ紹介しなかったけど、あれ陽光企画さんのなんだっけこれ。わかんない、また名前忘れちゃった。ザイワリくんじゃない。まあいいや、養護企画に言ってるやつです。これを使ってこう端の方をめくると取りやすくなります。このほら、なんていうかな、卵根っていうのかな、こういうのって卵座っていうのかな、ここんだから、うん、ああ、うん、なるほどね。
自分がその生むためにポジション作りみたいな。そうそう、これの方が見やすいかな。ここの、うん、さっきここに皮がついたと思うけど、うん、ここを全部掘り込んで、うんうん、こことここに卵があったさ、うんうん、で反対面とかこの奥側にまた卵を産んでいくさ。え、どこに卵があった？ここにあります、腐ってるのが。それとここ、これ黒くなっちゃってるからあれだけど、うん、これとこれが卵です。おー、そうなんだ。うん、本当に皮の裏に張り付いてる。まあ、じゃあ言った通りじゃん。うん、言った通りだけど、その先が成功しないからこれで。まあ、ほんとこれ自粛規制で取り来れなかったのが悔やまれんね。で、やっぱ皮むかない方がいいんだね。皮むかない方がいい。これはやり方はちゃんと合ってるからさ、うんうん、タランドスじゃなくて、またタランドスって言っちゃうわ。うん、じゃあとりあえずこのほら乱雑になってるこの崩したおまをちょっと取ってってみるよ。うん、なんか黄金とかってその木にずっと入れとくとなんか結構卵が黒くなるイメージあるけど、うん、卵も黒くなるし、うん、この材って栄養がないから、うん、幼虫になって3例過ぎてくると、うん、3例ぐらいまでなんとか育つさ、うん、それ過ぎるとね幼虫ね死んでく。やっぱ黄金卵が傷みやすいとかある？あるね。あるよね。うん、すぐにティッシュカップに入れた方がいいよね。うん、みっちゃんの大好きな。どういうこと？いや、ティッシュカップ法とか言ってた。ああ、そう、昔ね。うん、第一発見者。そうそう、ティッシュ。あ、お、待て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 、なんかここ食感あるぞ。マジ？うん、あ、そこか。ここの部分、これちょっとカスこっち寄せちゃったけど、ここにた、ここら辺に卵を産んだのがここに入り込んだと思うさ、うんうんうん、で、こっち側にもこう向かってる食根がある、うんうん、そうするとこっちからこっち戻った可能性もあるけど、他のものかもしれない、うん、乾燥具合はどう？死なないぐらいの、まだまだ死なないと思う、うん、でも成長力がなくなるぐらいの乾燥になってるね、もう、うんうん、食根あるわ。本当に？あー、でも結構乾いてるね、食根。これ食根っつって、幼虫が辿った跡です。食べながら進む跡のことを食根って言います。うん、こりゃやっぱ難しくなったぞ、割り方が。うん、もうどこにいてもおかしくないね。うん、死んでてもおかしくないけど。これは死んでないと思う。ほんと？湿ってるもん。うわー、こっちにこう、あ、いるわ。穴があるね。うん、いました。2匹いるんじゃね、それ、うん、下と上に。ここにまず1匹います。うん、その隣にもいない。うん、これね、ひょっとするとね、乾く前にもう孵化してね、移動してってる。あー、2匹とりあえず見えてます、こことここ。うん、まあ、とりあえず餌くれなくて死んじゃったけど、うん、やり方としては成功してます。うん、まあ餌だけあげてれば大成功だったけどね。そしてまた違うやり方で撮ったり、ちょっとね、うん、みんなにいい動画出せてやると思うけど、ここにもう一匹いるよ。おお、一周でこんだけ残してくれてよかったね。ほら、ほんとだ。うん、とりあえず3匹見えてます。おケツが見えてる、おケツが、うん、黄金の食感を追うの、うん、黄金の食感、黄金、顔があるね。やだ、ここに顔がある。お、出てきた、出てきた。こんにちは。やったー。この顔って取れないよね、黄金の顔って。普通のクワガタと違うってのは。見して。ダランドスとこれ、いや、取れると思うよ顔の、うん、あの、頭順みたいなさ、口の元のところの、うん、ヘラみたいな丸いものがついてるさ、うん、普通のは四角が2段なんだけど、2段目のやつがさ、うん、丸になってる、大きく口の間にあるら。うん、なんかおむすび口で食われてるみたいになってるよね。うん、そうそう、黄金とさ、あのタランドスはこれが特徴。おお、触ってやってるけど割るのうまいね、傷つけないで。うん、その大きさの幼虫で圧かけないって。割るのうまいねって俺褒められた？なんかかっこ悪い、逆に。え、さら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 この大きさの幼虫出してるの意外にすごいね。こんな感じで、うん、とりあえず3匹。もうね、食根らしきものがないね。うん、こ
ここね、こっから入るかなと思ったんだよ。うん、それで一回掘ったんだね。そう、掘り始めて、うん、掘り始めたもんで結局穴開けるって言ってたじゃん。1週間経って穴、うん、ダメだったら穴開けるよって言って、その時も言ってたさ、うん、だからここもう入ろうとしてほじったさ、うん、で結局もうそのまま放置しといて、うん、で、本当にそうだな、あれこれ侵入の日書いてあったもんね。うん、3月28日に罪に先行したって書いてあるけど、うん、その28日になったら逆の方から今度入ってって、うん、もう尾が吐き出してたさ。なんで一回掘って反対が回ったんだろう。これね、ずっついてみるとね、なんか違ったんだと思うさ。硬い？いや、硬かない。硬かないけど味がしなかったんだと思う。そうか。うん、メスかじってそこの汁の味とか買うかさ、味わうからさ。うん、味わう。うん、へえ。その味が良かったら。そうなんだ。そう、餌の、だから幼虫の餌として。まあそうか。そう、それがなるかなんないかだからね。じゃあちゃんと親としての責任が。そう、一応ちゃんと食べれるところに産んだってこと。うん、ね、いい親だったんだね。うん、母ちゃんありがとう。あとは僕が育てるよ。おっかさん、あとは俺に任せろ。おっかさん殺したのみっちゃんだけどな。そうです。取れた3匹の幼虫はこの800のボトルに入れて飼育していきます。うん、いきなり800なんだね。うん、あのカーラの瓶ね、いろんな種類を扱ってないので、うん、一応800と1400と2300しかないので自分のとこは、うん、もう最初から800です。よくプリンカップで最初管理する人いるけど、プリンカップはね、うん、あの乾燥させると幼虫炒めちゃうので、まあ、すでに木で乾燥させた僕もいますけど、うん、いますけど。まあ放置しときにくいってことね。そう、うんうん、そっか。でこのなるべく大きめのやつの方が、瓦の瓶ってさっきの木も分かるように、うん、放出しちゃうさ水を、うんうん、でどん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 軽くなっちゃう。ああ、じゃあこれ動画で撮った方がいいのかな。ボトルがさ半年ぐらいするとどうなるかもさ。ああ、それやってみる。そこに測りあるから、うん、ちょっと測り取って。じゃあそれどんぐらい下がったかちょっと見せてもらおうか。うん、そうだね。とりあえずちょっと変わった実験だけど、うん、この尾がの色見て。うん、これもちろんこれね、横から取ってもらうか。うん、これが出来上がりから、禁止ボトルとして出来上がった状態から、うん、大体2週間から3週間でこんな色になるさ。うん、これが幼虫の餌として使えるさ、1ヶ月ぐらいのやつがちょうど一番餌にちょうどいいタイミング。餌に一番ちょうどいいタイミング、うん、でこれ、まあ、これこの辺はまだ餌に使える。これ2ヶ月経ったやつ、製造から。うん、これが産卵ボトルとして一番使えるタイプ。ああ、まあ餌に使えるけど、うん、産ませる方が向いてるって感じ。うん、それこれね、うん、もう産卵にも使えないけど、うん、もう7ヶ月ぐらい経ったやつ。もう使わなかったってこと。うん、もう一応ストックはいつもしてるから、お客さんちも産卵用のボトルくださいってくるから、うんうん、で全部をストックしてて、この2ヶ月のとこから4ヶ月のとこだけを産卵用として売るさ。うん、うん、あ、じゃあ、か売り用でなん、うん、そのステージ分けてあったね、ボトルのステージも。そうそうそう、まあ、毎月取ってて幼虫に使いますかって聞くとこれを渡して、うん、産卵用って言うとここから後ろのやつを渡すさ。うんうん、でここまで行くともう廃棄処分。ああ、そうなんだ。でこれはちょっと重さ測ってみます。それで重さが水分が抜けたりとか分かるってこと。うん、菌糸が回るたんびに水分吐いてくさ。そうか。これボトルの頭見て。じゃあ、あ、本当だ、すげえ。うん、こうなるんだね。こうなる。本当に水分吐くんだ。うん、それどん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 水分吐いて軽くなっちゃう。本当にでも下がんな、そんなに。うん、これ今ね 524.4g、 まあ524だよね。うん、ね、これこっから大体1ヶ月後、これ、うん、水がこうすごいベタベタじゃん。うん、まあ、水がここにある以上ある程度水の重さは残ってるはずじゃん。うん、こうなります。494。あ、 30g ぐらい。 30g ここで1ヶ月で落ちてる。で、水の30って結構の量じゃない。そうだよ。へぇ、 30cc だもん。抜けるんだ。うん、結構抜けちゃうんだね。ね、そうか、それは幼虫も暴れるわな、ね、それ以上、ね、1ヶ月以上。そしてじゃあもっとびっくりするもんね、7ヶ月経つとどうなってるか。371。最初520。うん、じゃあこれとこれのやつやってみるか。新しいやつと524、371。100引き算できないけど 150g ぐらい抜けてる。あ、でも水分ほぼ抜けてるってことだよね。そうだね。すげえな、そんなに抜けるんだね。でこうなるともう餌ともしても使えないし、うん、あの産卵にも使えない、うん、もう廃棄処分。
手で剥けんのそれ。そう、いつもステーキナイフで剥いてんのに。うん、今度はほらステーキナイフじゃなくてみっちゃんがステーキってことだ。ステーキな、ステーキなみっちゃん、こんな感じです。やだ、ドーナツできましたとりあえず入れます。1投目ポン、ちょっと引っかかるね穴で。引っかかってもいいんじゃない、うん、勝手にこいつ動くっしょ、うん、あ、これ皮剥がした理由言ってなかったね。うん、あのこれって皮どんどん厚くなって、うん、さっきちょうど見たこれみたい。あー、何年月経つとここね皮が張っちゃって、うん、ここにキノコ出てきちゃって酸欠起こすさ。うん、1回剥いとくと再生するまでに2ヶ月ぐらいかかるから、うん、その間は通気できるので。そっか、うん、菌の自体が厚くなっちゃってね酸欠起こしちゃう。皮剥いたら大人になるからじゃないの。いやだ困るまあこんな感じです。じゃあ、うん、これはとりあえず、うん、じゃあ3頭で終わりましたが、これがもしオスだったらモセみたいにこうちょっと段のついたババとかモセみたいに、うん、こう返しの段のついた角になることを祈って、うん、健闘を祈るって言われながら頑張ります。ちょ何言ってるかよくわかんないけどじゃあなんて締めようかな。幼虫は3匹でした、うん、そしてということは幼虫は3匹でした、うん、これが3匹の子豚であることを祈ります。いや、わけがわからんこれがじゃあこう串刺しになって団子三兄弟であることになりますなるほどね、うん、まあ3匹だから3密させないようにね、うん、あ、すごいね、うん、ぴったりぴったり、うん、今日は以上、モセリの割り出しをちょっとやる。モセリじゃないじゃん。モセリじゃない。モセリじゃないし。もう何でも。タランドスよりいいな、まだ。あ、そっか、タランドスよりかいけど。あの、うん。黄金鬼のモーレンカンプの割り出しをしました。うん。で、セットした時に言ったように、うん、皮を残しとくと、皮の近くから産卵を始めるので、うん、皮は一応残して産卵ケースは作ってください。うん、そして、幼虫は3匹でしたが、オスだったら一応段のある角を作って、うん、かっこいいやつを羽化させたいと思います。うん、わかりました。うん、それではさらだば。